お元気ですか、ボクシミです。今回は BBM 北海道日本ハムファイターズ2020の、開封動画4回目の今度は後編でございます。それでは早速ね、開けていきたいと思います。それでは、ね、後編のね1袋目でございます。今回はですね、ノーマルカードはねあえて見せません。レアカード、CR ナンバーカード、直筆サインカードにね、紹介したいと思います。中田翔、選手でございます。現在は読売ジャイアンツに在籍しております。で、キープレイヤーですね。清水雄志、捕手でございます。で、こちらバーヘーゲン投手のカードでございます。2袋目でございます。で、近藤健介外野手のカードでございます。現在はソフトバンクホークスに在籍しております。秋吉亮投手のカードでございます。2袋目でございます。中田翔選手のカードでございます。3袋目でございます。近藤健介外野手のカードでございます。キープレイヤーね、渡辺亮内野手でございます。現在はね、阪神タイガースに在籍しております。あ、3袋目ですけど、4袋目の間違いでした、失礼しました。で、改めまして5袋目でございます。川春樹外野手でございます。現在は楽天に在籍しております。で、秋吉亮投手のこれはカードでございます。6袋目でございます。7袋目でございます。で、岡沢道博
ヘッド兼打撃コーチの、ね、カードでございます。現在はね、読売ジャイアンツのコーチをやっております。黒目でございます。10袋目でございます。太田大志外野手です。現在は横浜に在籍しております。実質サインカードではないですけどね、結構すごいカードが出ましたね。清宮幸太郎内野手のこれ、カードが出ました。でこちらがですね、25分の13となっております。で最後の10パックやっていきたいと思います。で滝田まさる投手のね、カードでございます。でワンボーロン外野手のカードでございます。で最後にニューカマーでビアヌエバ内野手でございます。以上で BBM 北海道日本ハムファイターズベースボールカード2020の開封動画4回目の後編を終わりたいと思います。直筆サインカードは出なかったんですけどね、清宮選手の、これは何カードでしょうかね、ちょっとね、あと英語苦手なんでね、ちょっとね言葉はね、ちょっとわからないんですけどね、清宮選手のカードが引けました。今回はね、ちょっとね、すごい安く手に入ったので、これは、ちょっとお買い得かなと思っております。またこういったお金がありましたら、こういった開封動画を出していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、するかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。